清水正宏は日本の実業家。北新電気製作所代表取締役社長。北新工業代表取締役会長。北新電気製作所の創業者で初代社長であった清水翔平の長男として生まれる。1947年、早稲田大学小学部を卒業し、北新電気製作所に入社。1951年、同社監査役。 1956年同社専務、取締役、1964年父総平の会長就任に伴い、同社代表取締役社長に就任した。北進は、戦前、戦中と軍事への依存度が高かった上に、戦災の被害が甚大で、戦後の再建は苦難を極めた。正宏は、父総平を助けて、会社再建に尽力した。戦後の北新は、 デジタル多点監視装置、テレビ創造用16ミリ映射器、プロセス用デジタル電子計算機、工業用電磁流量計、磁気ドラム記憶装置、トランジスター式電子制御装置、天童創業用計算制御装置など、新製品を独自に開発し、また、戦前からの伝統であった、防衛産業にも子会社日本電子機器を設立して、再参入を果たした。しかし、 1970年代からプロセスオートメーションの分野に充電、大手メーカーが相次いで参入を打ち出したことで、占領優位の業界構造が崩れることに危機感を募らし、競合の横川電気製作所社長の横川昭蔵と、語らって横川電気製作所と北新電気製作所の統合を決断、1983年横川北新電気を発足させ、 新会社の代表取締役副社長に就任した。1986年、横川北新電機は CI を実施して、横川電機と社名を変更したが、正宏は成居する日まで、同社相談役を務めた。晩年は、清水家の多額の資産を母校である、早稲田大学に寄付し、社会科学部校舎14号館の建設に生かされ、14号館は、 清水正宏記念館と命名された。ありがとうございます。